特集は踏切の安全について考えます。まずはこちらをご覧ください。国土交通省がまとめました全国の踏切事故の件数です。この黄色が事故の件数で青が死亡者数になっています。事故の件数は年々減少しているんですが、2019年度事故の件数が211件、亡くなられた方が84人となっています。で、このそれぞれの数字、踏切の事故の件数はおよそ2日に1件で、亡くなられた方はおよそ4日に1人という数字になっています。また、亡くなられた方のうちおよそ半数が65歳以上となっています。こうした中、国や自治体も踏切道の改良に取り組んでいますが、バリアフリー化に課題も残ります。安全対策の現状を取材しました。今年4月、奈良県大和郡山市内の踏切で、近くに住む目の不自由な50歳の女性が電車にはねられ死亡する事故がありました。踏切の直前には注意を促す点字ブロックがありましたが、経年劣化で摩擦や損傷が見られ、女性は自分が踏切内にいると認識できなかった可能性があると考えられています。視覚障害者、また視覚障害者が命を落とす。その後、視覚障害者団体は安全対策の徹底を求めて奈良県に要望書を提出しました。全部叶えられたら我々にとっては嬉しいことなんですけれども、一つでもですね、検討していただいて、対策を取っていただければと思っています。事故を受け、国土交通省は踏切道での安全対策に関するガイドラインを改定。踏切内に凹凸のある誘導表示を設置することを望ましい整備内容として位置づけました。兵庫県伊丹市、8月、市は阪急新伊丹駅北側の踏切に視覚障害者を誘導する点字シート、エスコートゾーンを兵庫県内で初めて設置しました。点字シートは1枚45センチ四方で白色、踏切手前の点字ブロックと突起の並び方が異なります。また歩道の中央から少し左寄りに設置されていて、車道との間に車椅子が通れる幅も確保されています。ここから始まります。ブツブツやな、これは始まってます。これやな、はい、はしごが始まってます。うん、はしごが足の裏で分かります。はしごが足の裏で分かる。はい、はい、展示シートの感触を確かめた伊丹市視覚障害者協会の高瀬誠二会長は、踏切内のエスコートゾーンの設置を全国でもっと広げてほしいと話します。やっぱり足の裏にそのはしご状のところが分かるので、感じるので歩きやすい。歩道の上を歩く以上に踏切の上の方が危険ですので、さっきみたいにカンカンカンと音が鳴ったらやはりパニックりますんでね、パニックになれば頭の中が真っ白になってどうなるかわからないというようなこともやっぱありますので、その時にやっぱり道しるべということでも非常に大事だと思います。国土交通省近畿地方整備局によりますと、近畿エリアで踏切内のエスコートゾーンが設置されているのはわずか6カ所。ガイドラインでは踏切の内と外が分かるようブロックを異なる形式にするよう求めていますが、具体的な構造や規格は定められていません。
設置基準っていうのが今まだガイドライン上明確にはなってないっていうところが設置するにあたって一点難しかった点かなっていうところです。やはり体の不自由な方にとっては路面に凹凸があることで通行しにくいっていうご意見もいただくこともありますので、まあ、今後設置する際にはですねそういった方々の、まあ、意見も聞きながら計画進めていく必要があるかなと思っております。また費用については道路管理者と鉄道事業者が協議することになっていて、どちらが主体的に整備するかは明確になっていません。伊丹市によりますと、今回の費用はおよそ100万円だったということです。一方、兵庫県内ではいわゆる開かずの踏切など緊急に対策の検討が必要な踏切が71箇所あります。尼崎市のこちらの踏切は以前は車が通行していましたが、現在は通行止めになっています。それでも自転車などを利用する人が多く、踏切も数分間に一度は遮断するという状況になっています。尼崎市東七松町の三反田踏切、朝のピーク時の遮断時間は1時間で45分に及び、直近調査の5年間で4回の交通事故が発生した事故多発踏切とされています。今はね、車と自転車の人たちが別になってるんですけど、前はそういうのがなかった時はもううわーっと時は確か危ないなと思って、長いことかかるしね、あくまでにね、でそういうのでみんなイラついて、会えた瞬間にみんな行きたいっていう感じになってしまうのでね。だんだんこの車自体が小さいから天井のはまり架空というのはために架空かかるかっていうから、ちょっと体にはちょっと負担かかってくる。結構距離がありますから、ね、次の踏切までどうしてもこの先行ったらもう駅の辺までないんじゃないですか、 JR の浜の駅まで。まあみんなちゃんとルール守らなあかんけど、やっぱ通勤時間帯とか急ぎますからね、みんな。自転車も結構いっぱい通るので、ベビーカーで押してるとちょっと不安ではありますね。真ん中渡ったりとか、結構みんなも逆走とかもあるので、そうでスピードも出してきたりとかで、遮断機が降りそうになっててもなんか渡ってくる人とかもいてるので危ないなとは思うんですけど。国土交通省のまとめでは、県内で緊急に対策の検討が必要な踏切のうち43箇所はまだ具体的な対策の検討さえ行われていないということです。危険な踏切を変えていくためには、鉄道会社や自治体に加え、警察や地元の人など多くの関係者による調整が必要です。踏切の安全を守るために、管理者と利用者双方の意識が問われています。